どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの黒くて薄いブラックビューティーモデル、 G ラブブラックビューティーモデルとシンプル簡単バージョンでは、はい、初めてウクレレコンサートモデルを使いたいと思います。この初めてウクレレ、ただいま Amazon で大好評、即発送のものになってますんで、ぜひ Amazon でもチェックしてみてください。さあ、本日もいろんな曲レッスン、ウクレレレッスン始めていきますよ。今日取り上げたい曲はもう家族でワイワイ盛り上がっちゃう最高の曲いきます。はい、こちらです。ドーン、ミッキーマウスマーチ、これやりましょう。この曲、もうこのね、もう世界的大ヒット曲ですから、当然ガズレレ YouTube でも過去に取り上げてます。2018年なんで、今からね、もう5年も6年も経つんですけど、今見るとちょっともう一息いきたいなということで、今回2022年バージョンで、さらにパワーアップして、さらに簡単になって、さらに楽しくなって再登場です。思いっきり歌っていきましょう。いつものように2バージョンでいきます。なんと、シンプル簡単バージョン、最初はシンプル簡単バージョンなんですけど、入門コード3つで、アレンジしてます。これは最高ですよ、皆さん。これね、もう盛り上がっちゃいますから。歌ってると元気になっちゃう。はい。まずはこの3つの簡単コードで初心者の方も取り組めるようにしてます。後半はかっこいいバージョン。これがですね、舐めていただきます。かなりね、面白いアレンジになってますからね。面白くてかっこよくて、ちょっとね、なかなか手強い感じに仕上げております。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube ですはですね、今まで音楽やってみたいなと思ってたけど、私不器用なんですとか、私音楽楽器にチャレンジしたことあるんだけど、全然ダメでしたみたいな方がですね、このガズレレだったらあっという間にできますからね。なんですよ、私が考えついた世界一簡単ウクレレプログラムです。皆さん本当に楽しんでぜひやってください。やりたいなと思った方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先に行って順番通りに動画を見ながらウクレレ触ってるだけでどんな人でもあっという間ですからね。さあ皆さん、ここから全てが始まるす。皆さん、ここから行ってらっしゃい。クリック、行ってらっしゃい。そこには今までガズが取り溜めてきた あらゆるジャンルの曲、もうありとあらゆる音楽の曲がこのウクレレで一本でめちゃ簡単に弾けるようにしているレッスン動画、課題曲、もうすでにね、1800曲とか1900曲とか、そういったレベルでもうあるんですよ。皆さんの好きな曲あると思います。こんな感じで、皆さんのやってみたい曲名、スペース、ガズレレという感じで、YouTube で検索するとね、きっと出てくると思いますので、ちょっとやってみてください。さあ、それではやっていきましょう。ミッキーマウスマーチ、元気もりもりでシンプル簡単バージョン、入門コード3つでやってみます。マーチ、ガズレレ流シンプル簡単バージョン、ゆっくりとやってみました。これですね、入門コード3つアレンジです。いやー、いいですね。ヘイヘイヘイとか、この掛け声がまたいいんですよね。一緒になんかこう、キッズがもし聞いていたら、そこでヘイヘイヘイとか言ってねとかね、なんかミッキーマウスミッキーマウス、この掛け合いがあったりなんかして、これ最高です。今のこれ一応
フルコーラスバージョンですからね。つまりあの1番を2回繰り返すっていうアレンジなんですけど、ちょっと最後のエンディングのところで違うかなという感じなんですけど、これは盛り上がること間違いなしです。皆さん取り組んでいきましょう。はい、ガズレレ動画はですねコードと歌詞出てますから、まずこれで練習スタートしていただいて、1個目のゴール設定としては ガズレレの簡単バージョンと一緒に合わせて演奏できたらもうこれすごいですよ。はい、ここまでできた方おめでとうございます。さあ次のステップどんどん行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube 一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から全部頭覚えちゃうのはね、歌詞とコード全部覚えちゃうのはちょっとね難しいんで、最初はね楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって大空に向かってミッキーマース、ミッキーマース歌うの最高ですけど、もうキッズの顔見ながら歌うとかね覚えちゃうのは最高だと思うんですけど、ひとまずは楽譜練習がいいと思います。でも楽譜ってどこにあるんだろうという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今の演奏はですね、このガズさんが手書きで書いたこのねノート、これを見ながら、演奏していきました。こんな感じで書いております。はい、ミッキーマウスマッチ、ちゃんと耳がついております。はい、これをね見ながら今やっていたんですよ。でこれもうちょっとしたら画面にこんな感じ映して、みんなもこんな感じでやってみたらいいじゃんということをシェアしようと思うんですけど、今とっても便利なサービス、これが始まってます。ガズクラブ。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日取り上げたミッキーマウスマッチを含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大な数のノート楽譜の中から、皆さんがこの曲やってみたい、これ面白そうという感じで毎月5曲お選びいただいて、もちろん後で追加もできますけど、即座にデジタルデータとしてお手元にドッとダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そして、ね、このガズクラブは、このね楽譜のダウンロード以外にもいろいろコンテンツがありまして、まず代表的なのは毎月2回行われているガズオンと呼ばれる大セッション大会、世界中から参加がある、もう楽しい課題曲をいつも決めてて、もうみんなでわーってもう楽しむやつ、これをやっていたり、会員だけが使えるアプリまであるんです。すごいでしょう。はい、ものすごい充実しててね、でそこではね Facebook のね非公開ページがあってね、もういろんな中のことやらですね、まあ秘密の会議なんかもやったりなんかしてるんでね、これも面白いです。でこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、このガズレレ大学っていうのをやってます。このガズレレ大学は何かというと、今 YouTube でねメンバーシッププログラムというのがあってですね、今これパソコンとかね、タブレットで見てる方、ここの下にメンバーになるというのがあると思うんですけど、そこを押してもらうと入れるんですけど、これ590円月額で、毎週2回の、まあ、毎回テーマを決めたレッスン講義でございます。大学ですからお勉強ですよ。これもなかなか深いです。週2回のライブ配信で何でも聞き放題、月額590円です。やってみてください。あとですねこれやってます、ラジオ放送ガズラジというのをやってます。スタンド FM というアプリで毎朝7時半から365日無料でいつでもどこでもどなたでも聞けるラジオ配信、めちゃくちゃいいこと言ってますね。ぜひ皆さんこれ検索してみてください。この今ね、紹介したことは概要欄にリンクかかってますんで、ちょっとねぜひね見てみてください。さあそれでは楽譜見ていきましょう。2022年改訂版のミッキーマウスマーチ、耳がついております。はい、簡単バージョンはコード3つですよ皆さん、やったー嬉しい。さあ見ていきましょう。上に書いてあるコードが今やったシンプル簡単バージョン、下に書いてある、コードは後半やるかっこいいバージョンなんですけど、これ見ていただいたら分かるようになかなかワンブロックコード4つが入ってきて難しそうですね。はい、これはねちょっとですね早いと、ちょっと混乱するんですけど、これ後でね解説するんでしっかり見ていってください。今の簡単バージョン上の段ですからね。はい、こんな感じで写しとくんで、ここもちょっと見てもらうと、ほらコード進行結構変わってるでしょ、かっこいいバージョンの簡単バージョン。だから今日は結構、こんな感じですよということでございます。はい、お時間ある方はこうやって写しとくので、一時停止してノートなどに書き出して練習スタートしてください。そして今紹介させてもらったガズクラブでは、はい、この手書きのノートそのものがダウンロードできますよ。このガズの手書きのノートめちゃくちゃ便利でですね、これよく見てもらうと、このボの上に点が書いてあって、リーダーのこのリの上に点が書いてあって、ここミッキーのこのところに点が書いてある、これねリズムなんですよ。言っていくと、僕らのクラブのリーダーはミッキーマウス ×2 ミッキーマウス、こんな風にこの点でリズムが分かるっていうのと、あと歌詞カードにはね表記がない、伸ばすところとかまあ書いてあるというのも便利なんですけど、まあとはいえこの曲あの歌はすごいシンプルで簡単なんでね、もうキッズと一緒に歌える曲なんでね、まあそこまで意識しなくてもいいにしても、まあガズのノートにいろいろ発見があるんでね、ガズクラブにゲットしていただくのもおすすめですが、お時間ある方はどんどん書いていってください。はい、じゃあこう一時停止して書いていってください。 OK
そしたらここ次乾燥が入るんですけど、ここねちょっと見てもらいたいんですけど、ここ F でねここ伸ばすって書いてあるんですよ。ここ、これテロップで確認してもらいたいんですけど、かっこいいバージョンではここのコードが F マイナーになるよということなんですけど、ここねちょっとかっこいいバージョンではかっこいいね、決めっぽい感じでこうやろうと思うんで見ていってください。ちょっとここもコードが変わって、でここから2番って書いてあるんですけど、これね全く1番と一緒なんですよ。なんでこれはねもう本当このまま繰り返してもよかったんですけど、最後の最後でちょっとねオリジナルのエンディングっぽい感じのアレンジが入ったんで、まああのスペースもあることしてことで全く同じこと書いてあるんでね、あんまりあのびっくりせずにあの2回同じコードを繰り返してます。感想を挟んで同じことやって、最後ちょっとエンディングっぽくなって終わっていくよという、そんなのがねエアのガズレレアレンジになっております。さあコード見ていきましょうか。見て今日見てもらうと分かるけど、これかっこいいバージョンではこんなコード出てくるんですよね。ひとまず今のシンプル簡単バージョン、この3つ、これでもうバッチリです皆さん。この3つのコードはウクレレ初心者が一番最初に習う3つの入門コードですからね。これは嬉しいやつ。これはもう皆さんあの初心者レッスンプログラムを見てもらったら最初に出てくるんで大丈夫だと思うんですけど、今日ねかっこいいバージョンでこんなの出てくるでしょ。でもちょっと見てもらいたいのが、ちょっとこの F マイナーというコードは隠しますけど、 Am C7 Dm D7 Em7、 これも実はねガズレレでは入門コードの、ね、グループなんですよ。つまり今映ってる 1,2,3,4,5,6,7,8 個のコード、これはね入門コードです。はい、この今映ってるコードって、これどうやって覚えようということなんですけど、このね今映ってるのはこのグループのメンバーです。ガズレレ必須コードのグループのメンバー。これね、ガズレレ必須コードというのは一体何かというと、このちっちゃいグループで音楽始めたいなと思っている人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード10個のグループでございます。10個もあるのとか思うかもしれないんですけど、入門コードだから1個ずつ見たらどれも簡単。だけど、いっぺんにドンと10個を、ね、一斉に覚えようと思うと頭ごちゃごちゃになります。押さえる場所とコードの名前とか。そこで私が皆さんの頭にスイスイ覚われちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここに、その動画のリンク貼っとくんで、ぜひここを見てください。楽しくコードを覚えていきます。今日は10個出てくるうちの、8個が、この曲で登場するんで、覚えるいい機会になると思います。はい、やってみましょう。まあ、ともあれ、今のシンプル簡単バージョンは C と F と G7、この3つだけでアレンジしましたね。これだけでも十分だと思うんですけどね。あとはやっぱ元気もりもり、もう人を、キッズたちと、もう巻き込むような、一つの輪になれるような感じで演奏していくのがいいんじゃないかなと思います。ミッキーマウスをやっぱ、もう最高ですもんね。僕大好きです、ミッキーマウス。はい。その気持ちをドーンと歌に込める。これがいいと思います。じゃあそんなことを意識していただいて、じゃあもういきますよ。かっこいいバージョンの解説、入っていきます。さあ、かっこいいバージョンは今言ったように、さっきの C と F と G の3つに加えて、Am、C7、Dm、D7、Em7 という、まあこれも入門コードだよって今ご案内したんですけど、ここにプラス、この Fm というコードが1個足されます。これがちょっとね、押さえるの難しいコードで有名ですけどもね。はい、一応言っとくと、ここと C のとこと、こことここなんですね。この3箇所。こうやって押さえる。あるいはこうやって押さえる。はい。この Fm についてはかなり深いんで、以前 Fm を濃厚解説してめちゃくちゃわかりやすくで解説している動画を概要欄に貼っとくんで、ちょっと Fm よく見てみたいなという方は概要欄にね、URL でそこの動画でめちゃ研究してやってみてください。この Fm かなり効果ありますんでね、いい響きなんですよ、これが。こんな響き。いい響き。これを使って、このミッキーマウスマーチをさらにキラッとさせていこうかなというふうに思ってます。はい、じゃあ今日出てくるリズムなんですけど、これ今日シンプル、ドン。8ビートのチャで軽やかに行きましょう。ひとまずこの8ビートのチャの濃厚解説動画、ここにちょっとね、リンク貼っておきます。このリンク先はウクレレでできるリズムいろいろというガズレレホームページを一枚で、そこに8ビートのチャのね、もう以前解説してるめっちゃわかりやすい動画があるんで、ぜひマスターしてください。一応ね、C だけでやってみるとこんな感じ。この曲はちょっと跳ね気味の方がいいかもしれないですね。元気いっぱいな感じ、力強く、ポン、チャ、ポン。このチャが入ることで、打楽器要素が加わって、三次元的な音になるよといつも言ってますけど、この立体感で、このリズム、刻んでいきましょう。とはいってもですね、このワンブロック、今日ね、かっこいいバージョンはワンブロックコード4つ出てくるとかすごく多いんで、ワンブロックコード4つをね、8ビートでやると、どうしてもジャン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 ってなる感じがしちゃうんですけど、まあまあ一応基本は8ビートのチャということです。まあ早速ちょっといろいろ、レッスンしていこうと思うんですけど、まず最初のミッキーマウスクラブのところ、あそこやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー。ミッキーマウスクラブ、ミッキーマウスクラブ。こんな感じ。だからこれ8ビートっていうよりはもう1ブロックコード4つだとこういう風に弾くしかない。ジャンガ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 みたいな跳ねたリズムですね。だから。結構早いですよね。C、Em、Dm、G7。C、Em、7、Dm、G7。こんな感じですね。これをだからちょっと跳ねてるのが結構ポイントになるような。もうちょっとゆっくりやってみましょうか。せーの。ミッキーマウスクラブ、ミッキーマウスクラブ、ミッキーマウスクラブ、ミッキーマウスクラブ。こういう感じですね。ウッキ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 という感じです。だからここはだからね、ルンルンビートかな。ルンルンビート
っていうリズムの方がちょっと雰囲気近かったかも今。ルンルビートっていうのもさっきのリズムいろいろのところに解説あるんでね。ジャンガ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 っていう感じのね、リズムでシャッフルで弾くルンルンビート。これが参考になるかもしれない。ちょっと見てみてください。で、歌の中なんですけど、ここもコード進行かなり変わってますね。じゃあ僕らのクラブのリーダーのとこやってみます。せーの。僕らのクラブのリーダー、次ですよ。こんな感じになるんです。こう流れるようにやるのがね、かっこいいんですよ。まあだから8ビートのチャと言えども1ブロック2個だったりとか、1ブロックコード4つなんで、あんまり8ビートのチャって感じがしないんですけど、一応基本はこれでいこうかなと思ってます。今のミッキーマウス、ミッキーマウスの C、C7、F、Am、かっこいいですよね。はい。C、C7、F、Am。これ流れるようにいったらね、もうかなり気持ちがいいんで、ここはちょっと練習が必要です。F から Fm。これですね。ここをちょっと何回も練習した方がいいかもしれません。F、Fm。この Fm2 つ押さえ方があるよって言うんですけど、 F からこういう風に親指で押さえる人はこういう風にいけるんですよ。ここの人差し指はこのままキープして F から Fm なんだけど、この上で押さえる人は F こんな感じになるわけですからね。 F からトーンとこういう風に一瞬にして変える。これはちょっと練習しどころだと思います。ここがめっちゃかっこいいんで取り組んでみましょう。あとはね、もうほんと繰り返して、もうこれで実はあの解説ほとんど終わりなんですけど、感想、あそこでちょっと決めっぽい感じで、言ってみたいと思うんですけど、じゃあ、一番最後の、一番の一番最後のミッキーマス、ミッキーマス、ミッキーミッキーマスから感想に流れていこうと思います。ゆっくりめで。せーの。ミッキーマス、ミッキーマス、ミッキーミッキーマス。せーの。ミッキーマス、ミッキーマス、ミッキーミッキーマス。ここです。ダカダダダダダン。はい。ダカダダカダダン。はい。ダカダダカダダダダダカダダン。今のところ Fm で、あ、C でダカタダカタダーンってやりましょうか。ダダ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 、これは3連ですね。ダン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  Fm。 ちょっとノリが変わるんで難しくなるかもしれない。すごい難しかったらダンダッタダーン、ダンダッタダーン、8ビートのちゃんと後半伸ばすだけでもいいと思うんですけど、ここダカタダカタダーンってやるとちょっとね、流れが変わってかっこいいかなと思ってガズレレオリジナルアレンジしてみました。ちょっともう一回同じとこやってみましょう。せーの。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキーミッキーマウス、ここです。ダカダダカダダン、ウィー、ダカダダカダダン、ダカダ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 ダ、はい、これかっこいいでしょ。ここがちょっとね、キラッとこうリズムを変えて、雰囲気を高めていこうかと思います。そしてそのまま2番最後、同じなんですよね、結局ね。で、同じ流れでやって、あとね、やっぱ、ポイントはやっぱ歌に全神経を注ぎ込んで、やっぱもう楽しそうに、ミッキーマウス、こんなテンションで行くのがもうかなり大事になると思いますね。まあ解説はね、これで、まあ一応シンプルなんですけど、今も言ったようにワンブロックコード4つを流れるようにしなやかに弾く。これが結構キーポイントになると思います。でね、原曲はね、結構やっぱり早めなんですよね、結構ね。ミッキーマウス、ミッキーマウス、ミッキー、ちょっと元気もりもりっぽい感じがやっぱしますからね。この速さでできるようになるといいんですけど、こう流れるようにワンブロックコード4つになる。これがね、キーポイントになるかと思います。そして、忘れちゃいけません。イントロでですね、ちょっとマーチ風のね、パートがあるんですよ。これをですね、ちょっとどうやって再現しようかと思ったんですけど、カッティングとボディヒットでちょっと再現してみようと思います。マーチってなんかイメージあるじゃないですか。これを再現してみます。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。これをやってみたいと思います。はい。やってみたいっていうか、もうこれで説明終わりなんですけど、カッティングと弦に触ってるだけ、左手は弦に触れてるだけです。それで、このカチャっていう音を使ってます。せーの。はい。これ、パンを軽く叩いてください。ボディをね。でもここもね、強弱が必要。タトトトトトタン。タトトトトトタン。タトトトトタトトトトトタトトトトトタン。このリズム、アクセント、強弱があるのが、どんどん強弱つけてあるのがポイントです。タトトトタ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 。これちょっとやってみるとね、かなりこれマーチっぽいムードが出るんで、おすすめです。ちょっとこれ、3連のリズムなんで、タタタ、タタタでしょ。1、2、3、1、2、3だから、これ3連のリズムなんで、結構簡単ではないですよ。だけど、トライしてみてください。さあ、じゃあ元気もりもりでやってみましょう。ミッキーマウスマーチガズレレレ、かっこいいマジョ。やってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。ミッキーマウスクラブ、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 僕らの
だ。ビッグマウス、ビッグマウス、ミッキー、ミッキーマウス、強くて明るい元気者。カズレレレかっこいいバージョンやってみました。これはねもう楽しくて元気もりもりになっちゃう曲です。ノリがね、やっぱこれノリが大事だと思いますね。でやっぱりいろんな人を巻き込んでもうわーっと歌う、これを目標にしてね、楽しく練習していきましょう。さあお知らせなんですけどですね、このイベントに出ることが決まっております。11月5日6日、新宿御苑でやるイベントで、これね環境省が、主催している エコイベントなんですけど、ガズの、出演が決定しております。ステージの時間は11月5日の13時20分からということに、なっておりますが、ちょっと今ねウクレレを持ってきていいかどうかっていうのをね、主催者様側にいろいろ確認してるんで、ちょっとその続報をですね皆さんお待ちください。ひとまず5日6日、この G ラボのこのウクレレのねポップアップショップ、軽トラショップは2日間連続出てます。でガズもね2日間ともうろちょろしていると思うんですけど、ガズのステージと言われる ところは11月5日の午後13時20分からという予定になってますんで、ぜひ皆さん日本全国からお越しくださいませ。さっきシンプル簡単バージョンで使っていたこのガズの初めてウクレレ、これコンサートサイズですけど、ソプラノもあるんですけど、このねガズの初めてウクレレシリーズ、なんとアマゾンでいつでもどこでもね即日、はい即日じゃねえな、翌日かプライム配送で、届くというふうにアマゾン発売今開始されております。アマゾンの検索のところにガズレレスペースウクレレっていうふうに書いていただくとこのウクレレ出てきますんで、ぜひ皆さんこの初めてウクレレ、初めてウクレレ初めての一本にもいいし、これでウクレレ始めてよってどなたか大好きな方プレゼントにもおすすめです。これチェックよろしくお願いします。そしてガズレレではね、この G ラボ今、これね使ってたウクレレのこの G ラボの YouTube ページスタートしています。こっちもなかなか面白いですよ。はい、ガズレレの YouTube ページ公式ページが概要欄に貼っておきます。そして今ねガズレレでは2年ぶりに全国5カ所もあるイベント開催中です。5カ所のうちもすでに3カ所終了、大盛況でした、もう最高でした。あと残すは10月の大阪と11月の横浜なんですけど、チケットすでにソールドアウトです。ありがとうございます。参加される方一緒に盛り上がりましょう。まだちょっと行けなかったという方、次の情報をお待ちください。そしてガズレレではですね、なんとピアノ教室もやってるんですよ。この私ガズが考えついた弾き語りに特化したオリジナルのピアノの弾き方、鍵盤楽器の弾き方なんで、どなたでもあっという間にできます。はい、これで今度なんと本が出ることになったんです。10月今月発売なんですけど、ぜひ皆さんご予約お願いします。アマゾンでガズピアノってやると詳細出てきますんで、鍵盤楽器で音楽やるのも最高ですよ。ガズレレやってる皆さんならすぐできますから、ぜひチェックよろしくお願いします。ガズレレではですね、このガズレシピというアプリがあるんですよ。これめちゃくちゃ便利なアプリで、皆さんアプリのインストールは無料です。中でね楽譜を購入できたりするんですけど、インストールは無料でいろいろ機能ついてるんで、ぜひインストールもお願いします。そしてねこのアプリの中に入ってる楽譜が本になって、こっちもアマゾンで販売中ですからね。こっちはね簡単バージョン以外にもかっこいいバージョンも楽譜の中に表記されてますんで、これかなり隠れた名作となっております。はい、これもねそうなんですけど、もちろんこのリットミュージックから出てるウクレレ本のシリーズ、もうすでに16万部ぐらいはもう全部で売れてると思います。ものすごいベストセラーです。なんでかというと分かりやすくて簡単だからです。皆さんぜひこの本の方のチェックもよろしくお願いします。そしてね、いつもガズさんが被ってるキャップだとか T シャツ、今日はちょっと T シャツじゃないですけど、このストラップだとか、このここに入ってる水引きだとか、いろんな楽しいグッズガズレレではありますんでね、これ公式ホームページにね、このグッズページありますんで、ぜひいろいろ見てください。今さらっと話したのね、概要欄に大体リンクついてますんで、気になったところだったら見ていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、そんな山盛りなガズレレなんですけども、音楽をですね、聞くからやるに変えていこう。笑顔が増えるぜということで、モリモリやっていきます。皆さん、どんどん音楽楽しんでいきましょう。またお会いしましょう。ガズレレでした。さよなら、バイバイ。